ズームレンズと単焦点レンズ、動画撮影でどのように使い分けていけばいいのかというお話をしていきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田一です。今日の動画ではズームレンズと単焦点レンズを動画の中でどのように使い分けていけばいいのかということを、3つの点からお話をしていければなというふうに思います。こちらの質問は結構いただく質問で、この内容は時々他の動画でもお話をしているんですけども、結構質問をいただくことが多かったので、今日は1本の動画にしてみようと思ってお話をします。単焦点を買うか、それともズームレンズを買うか、または両方持ってるんだけどなんかいまいち使い分けがわからないというのは結構やっぱりあると思うんですよね。なので、僕は3つの点から考えていて、1つ目が自分でコントロールできる撮影かどうか、でそして2つ目の使い分けが時間によって使い分ける、でそして3つ目がぼかし具合によって決めるということです。それでは順を追ってお話をしていきたいと思います。1つ目の使い分けの方法が、自分がコントロールできる環境かできない環境かということです。でこれはどういうことかというと、例えばお祭りに行きました。でそこで動画を撮影します。でそうするとお祭りの状況では、屋台があって、でそれからおみこしを担いだりしてて、もう皆さんそれぞれカメラマンに関係なくいろんな出来事が起こってますよね。でそういった場合っていうのは自分がやっぱ全くコントロールできないの でそういった時には僕の場合だとズームレンズを多用するようにします。っていうのがやっぱりそのズームレンズの特性として便利なんですよね。もちろん皆さんお分かりの通りに、広角から標準または望遠域までこう一つのレンズでカバーしてくれるので、その自分がコントロールできない場所だとズームレンズはもうむちゃくちゃ便利なんですよね。そういった自分がコントロールできない状況で一番大切なのは瞬間を見逃さないということなんですよ。でも本当いろんなことがいろんな場所で起きているので、でそれを今なんかちょっと広角がいいからってこうレンズを付け替えて、やっぱなんかちょっと遠くで何か起こってるからって言って望遠でレンズを付け替えてる間にイベントが終わっちゃうんですよね。でそこで、ちょっと待ってください、それもう一回やってくださいなんていうことが言えないので、やっぱりそういう状況にはもう絶対ズームレンズがおすすめですね。あとは例えばそのジャーナリズムっぽい撮影で、海外に旅行に行って市場の中で野菜を売ってる人を撮るとか、あとは荷車でこう運んでる人を撮りたいとか、それから屋台で料理を作ってる人を撮りたいとか、もうそうやっていろんなことが起きてる時にはやっぱこうズームが一本あると楽ですね。で反対にそのコントロールできる撮影っていうのは、例えばそのポートレートムービーみたいなもので、自分とモデルさんがいて、で自分のコントロールでもう一回撮影しましょうとか、あと2テイク3テイク撮れるような場合だと単焦点レンズっていうのはすごく生きてきますね。でやっぱりそうするとそのぼかせる量が強いの でそれはそのやっぱズームレンズでは出せない味っていうのが出てきますね。それか例えば企業さんの案件で絵コンテをもとにこう何テイクも撮れるような場合っていうのも、やっぱりその1枚で綺麗な絵を撮れた方がいいので、そういった場合にはやっぱりこう僕はなるべく単焦点を使っていくようにはしてますね。そして2つ目の使い分けの方法ですけど、僕は時間帯によって使い分けることが多いです。先ほども言ったようにそのズームレンズっていうのは便利なんですよね。でまだ便利な反面、弱点といえばレンズがちょっと暗いんですよね。で大体そのスタートするのが F4 とか、ものによっては F5.6、ズームレンズの中でもその大きくなる大口径レンズだと F2.8 から始まるんですけども、僕は通常 F4 のズームレンズを使うの でそうなると弱点としてはちょっと暗いということなんですよね。でもその弱点になる場所で使わなければ、基本的にズームレンズでも大丈夫だったりするんですよね。そうするとやっぱ日中の撮影ってもう光がすごく入ってくるので、いくら暗いレンズを使ってもちゃんと綺麗に写るんですよ。写真ほど動画ってすごいシビアな描写力っていうのは求められないの でそうすると単焦点のキレのいいレンズと、あとはズームレンズの描写力でも結構その差が分かんないんですよね、絞っちゃうと。でそうなるとやっぱり日中の明るい時間帯とかだと、便利のズームの方が僕はなんか使いやすいかなって思いますね。それから日中でこう結構ぼかしても、そもそもそこまで光が綺麗じゃないので、そうするとあまりその単焦点をこう使ってもそこまでこうベネフィットがないという感じなんですよね。なので僕は基本的にはこう日中ではズームレンズを使うようにしてます。で反対に夕暮れとか夜間、それから室内においては僕は単焦点っていうのを多用してますね。やっぱ暗い時間帯、光が少ない時間帯や場所だと、そのズームレンズだとやっぱそのノイズが乗りやすくなってくるんですよね。
僕はソニーの α7S3 を使っていて、で感度にむちゃくちゃ強いので結構 F4 のレンズでまあなんとかなるんですけども、単焦点レンズを使って明るいレンズで撮影した方がやっぱこう安心感もありますし、やっぱその特に夕暮れとか夜間だとこう綺麗に背景のイルミネーションとかがボケたりするので、やっぱそういった時間帯に単焦点を使うっていうのは僕はもうすごくやっぱ楽しいですし、あの皆さんにもおすすめしたいですね。また室内の撮影だとやっぱ光量が少ないので、まあ、ズームレンズで撮るよりは、まあ、やっぱ単焦点レンズで撮っといた方がそのノイズが乗ったりすることが減るので、まあ、そういった場合にはおすすめしますね。そして3つ目なんですけれども、自分のぼかしたい度合いによって用途を割り当てるというような感じですね。例えば街歩きをしている時とか、あとは、まあ、例えば神社で撮影をしたいみたいな場合だと、ボケボケにした絵ってあんまいらないんですよね。でそうなると別に単焦点撮らないでズームで撮っちゃえばもうやっぱ便利なんですよね。で反対にやっぱ単焦点だと、まあ、F1.8 とか F1.4 クラスだとやっぱむちゃくちゃボケるの でそうなると、例えばポートレートとか顔のアップとか手のアップを撮りたいみたいな場合だと単焦点を使った方がやっぱ綺麗に撮れるので、こう自分が撮影するときに、あこの撮影ではこれぐらいの感じでぼかしたいなとか、やっぱそういう意図を持ってこうズームレンズと単焦点レンズっていうのは使い分けていけばいいのかなというふうに思います。なのでどういった環境で例えば F1.4 とか F1.8 の明るいあの F 値を使う必要があるかっていうのは、やっぱこう感覚として理解していくっていうのはすごく大切かなっていうふうに思います。その何でもかんでも、あこれは F1.4 のレンズで撮影しようと思っても、やっぱあのデメリットも結構あったりするので、そのやっぱりレンズの特性に合わせて、まあ、ズームレンズを使うか単焦点レンズを使うかっていうのをこう分けて考えていけばいいのかなというふうに思いますね。というわけで今回のお話をまとめると、ズームレンズと単焦点レンズを動画撮影で使い分けるときには、まあ、僕は3つの考え方をしていて、で1つ目がコントロールできる撮影かできない撮影かによってズームレンズと単焦点レンズを使う、そして2つ目に時間帯によって単焦点レンズとズームレンズを使い分ける、でそして3つ目にぼかしたい具合によってズームと単焦点レンズを使い分けています。ちょっと他の動画で最近1本出したんですけども、僕はあの F2.8 投資の大口径レンズっていうのはあの基本的には使ってないんですね。っていうのが、それはこう両方のいいとこをこう合わせ持ってるんですけど、そのズームが効いてでも F2.8 までの明るさを持っているんですけども、なんか僕の中ではそれだと結構その両方で中途半端だったりするんですよね。その F2.8 だとその単焦点レンズの F1.4 とかあとは 1.8 とか、まあ、そこら辺に比べてやっぱり明るいといっても暗いしボケの量も少なくなりますし、でズームができるって言っても例えば24から70ミリみたいな感じでちょっとそのレンジが狭かったりするんですよね。でそれならその F4 投資のレンズとかあともうちょっとそのズームできる範囲っていうのも広がるので、そうすると僕の中では結構その大口径レンズはこうあまり自分の用途には合ってないので使ってない。というわけで、もし今回の動画がお役に立てれば高評価ボタンよろしくお願いします。僕のチャンネルでは映像に関する様々なことを発信しておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。